航渡る、ぼやく。日本代表のキャプテンを務めるミッドフィルダー遠藤航が18日、サウジアラビアジッタでの全体練習後に報道陣の取材に応じ、ワールドカップアジア2次予選の大会方式に疑問を投げかけた。ワールドカップ2次予選をめぐっては前回のカタールワールドカップ予選でも37得点0失点で2試合を残して最終予選進出を決めた後、ディフェンダー吉田麻也が明らかに差があると本当に有意義かはクエスチョンと訴えており、日本代表主将が2代続けて問題提起する形となった。遠藤はそうした2次予選対戦国との力関係について今回に限らず、前回から2次予選をどれだけやる意義があるのかという話があった。前回は10対0の試合もあったし、2次予選のあり方について、日本だけでアピールするのは難しいかもしれないけど、違うやり方でワールドカップを予選をすることができるんじゃないかと思っていると指摘。AFC が最終的に決めることだとは思うけど、選手側から意見を言っていくのもありかもしれない。他の方法も探りながらアジアももっとレベルが上がっていく形にしていけるのが理想だと思うとフォーマット変更を願った。また出た横の話題。もう無理やで AFC に期待しても何も変わらん。欧州見てみ、フランスも14点取ってるで。この格差は全部の大陸で同じなんよ。キャプテンとして言うべきことを言ってるんだよな。なんか南米だけ大差とかなくないか？ワールドカップベスト16以上は最終予選からでええやろ。この2次予選に欧州組が出るのは酷やで。この論争に終わりはないでー。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。